皆さんこんにちは。 SEK 現役トレーダーの遠藤です。今週1週間終了いたしました。デイトレードの調子は皆さんいかがでしょうか。デイトレードをするにあたり、エントリー、エグジット、手締まりですね、これも大事ではありますが、やはりデイトレードに特化した銘柄選定、これが非常に重要となります。皆さんは我々が無料で今お送りしております翌日用のデイトレ注目銘柄、受け取っていますでしょうか。もしまだ受け取ったことのないという方、また今日初めてこの動画をご覧になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ受け取ってください。下に概要欄ありますので、こちらからリンク先をクリックしていただいてご登録して受け取ってください。毎日、毎営業日ですね、翌日用のデイトレ専用注目銘柄をお送りいたしますので、皆さんのトレードの参考にしていただければと思います。さて、今日の内容はその翌営業日用のデイトレ専用注目銘柄ですね。今日でしたら来週月曜日のデイトレ用の銘柄、7銘柄ほどありますので、一つ一つチャート解説をしていきます。最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では早速見ていきましょう。まず一つ目、定価です。5216、蔵元製作所。ほぼ支店のような動きを見せている銘柄ですね。今日は、直近高値、年初来高値更新の375円、終値369円プラス 17.14% で着地しました。そこそこ飽きないですね。入りながらの一段高ということで、350円どころを突破、出来高707万4千株となっております。今月大飽きないをつけた、1500万株の、大体半分以下ということではありますけれども、それでも飽きない伴いながら上昇していきました。この流れが引き続き入ってくるかどうかですね。まずは上髭、今日2時48分につけた高値375円を突破することができるか、注目をして来週月曜日見ていきましょう。2つ目、176A レジルです。今日大きく上げました。昨日は陰線でしたけどね、その前は上髭陰線で終えましたけれども、今日大きく上げております。プラス 12.92%、 出来高また再び伴いながらの上昇、171万8700株となっております。5月22日に、上場来の高値ですね、直近の IPO でありますけれども、1320円をつけてから一気にドスンと売りに押されましたが、今日また買われていきましたね。改ざん減少傾向にあるというのも一つ強みとなります。1267円、終わり値高値は1280円、今日1時57分の高値となっております。5月22日の上髭、超絶上髭ですね、この今のチャートで見るとですね、これを突破することがあればということで見ていきます。月曜日のストップ高つけた場合にはプラス300円となりますのでね、値幅制限1567円がストップ高、22日の1320円を突破することができるかどうかということで見ていきましょう。でもし突破しなければですね、また売りに押されることがありますので、その時には絶対に手を出さないようにしてください。まだ高値を掴んでいる人たちが事実いらっしゃいます。多くはありませんがいますのでね、その人たちの売りも入ってくるはずですので、その人たちの売りがなくなってからということで見ていきましょう。レジルです。3つ目、9509北海道電力、また再び今日出していきます。1549.0円プラス 5.01%、 飽きない、また入ってきましたね。3783万1700株、しかしながら22日につけました1584.5円、届かずということです。今日つけた高値は5倍寄りですね、12時半に1578.5円つけております。直近高値は1584.5円ですから、あとわずかといったところになります。今日安く寄ったけれども、買い戻しも含めての上げですね、一段高となりました。今日の高値どころですね、22日の高値でなく今日の高値どころを来週突破することができるか、これを見ていきましょう。
1578.5円、12時半につけた高値のところを突破すればということで見ていきます。そして4つ目、5803富士倉、一段高となりました。まあ、昨日上ヒゲつけて着地をしましたが、今日強かったですね。プラス 4.87%、 商いも伴いました。513万7200株、今日つけた高値が3209円、これは5倍より5ですね。12時39分に今日の高値つけております。トレンド流れ動き上ですね。今日つけた高値どころをさらに突破することができるか、富士倉月曜日注目をして見ていきましょう。5銘柄目、6501日立製作所、久々にということでしょうかね、出しております。日経平均採用銘柄、15580円、プラス 2.80%、 出来高381万8200株、大型の銘柄となります。今日つけた高値どころ、直近高値終値ベースでも抜けてますよね。15595円、12時41分、5倍より5つけております。595円をさらに月曜日突破することができるかどうか、こちらも注目をして見ていきましょう。6銘柄目、6723ルネサスエレクトロニクス、こちらも再び出していきます。日経平均採用銘柄となります。昨日に続いて今日また出していきます。プラス 1.64%、 出来高2684万8800株、0.5 円刻みの銘柄となってはおりますが、5桁から6桁入ってきておりますね。4桁、5桁、6桁入ってきております。板を見ていただくと、終値ベース見ても7万株ですとか3万株ですとか、多い時には11万株ワンティックあたりですよ、入っています。商いも伴ってきているということで、昨日ほどの商いではありませんけどもね、昨日に近い状態で置いております。さらにできるか伴いながら一段上げていくかどうか、こちらも注目をして見ていきましょう。そして最後、7銘柄目、5253カバーです。ダウントレンド中の買い戻しがありました。決算表ですね。しかしながら案の定下げトレンドに、この流れですね、ダウントレンド中のギャップアップ後のもう窓埋めですから、埋めたら埋めた方向に動きますよね。マイナス 4.72% 空売り戦略となります。今日つけた安値どころですね、1516円、10時8分につけております。さらにそれを割り込む売り物が入るかどうか、注目をして月曜日売り戦略で見ていきましょう。信用で見るとですね、改ざんが増加傾向にある、つまり難品をしている人たちも多く見られる。あとは逆張り志向の方ですね、カバーの買いだから上値が重くなる、上値が重くなるから下げやすいということですね。理にかなってますよね。今日の安値どころ下ヒゲをさらに割り込むことがあればということで、カバー見ていきましょう。でもし来週月曜日ですね、今日開けた窓を埋める陽線が立った場合には、空売りする必要はありません。買う必要もありませんので、売り戦略で注目をして見ていきましょう。以上7銘柄となります。他にもですね、いくつか銘柄ありましたけど、出来高が少なかったりしましたのでね、デイトレ用としては見ずにこの7銘柄にまとめさせていただきました。この動画の内容が参考になった、ためになったと思った方は、いいねボタン一度押してください。また皆さんご覧になった感想などもですね、いただけたらと思います。一言二言コメントいただけたらと思います。しっかりと見させていただいてます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録も行ってください。そして最初にお伝えしましたデイトレード専用注目銘柄、翌営業日のですね、受け取っていないという方もしいらっしゃいましたら、ぜひ下の概要欄リンク先クリックしていただいて受け取ってください。必ず皆さんのデイトレードのプラスになる、そう確信をしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。来週も月曜日以降頑張っていきましょう。では失礼します。